どうも、ゆーちゃんねーのゆーです。本日はワンピースからシャンクス、こちらのフィギュアと、ドラゴンボール Z から G マテリア、フリーザですね、こちらの方を獲得していきたいと思います。で、プラスですね、バウンドキャッチャーの継続 100% 目指して、やっていきたいと思います。最後にですね、一回チャレンジして、継続できるかどうか、やっていきたいと思います。そしたら、実践のスタートしていきたいと思いまーす。はい、そしてまずですね、G マテリア、ドラゴンボール Z からフリーザー、こちらの方からですね、やっていきたいと思います。こちらのまず真ん中で持っていって、バランスキャッチすればいいかなと思ってます。おー、一瞬持ちかけて斜めにはまったんで、手前側これ回していったらワンチャンいけるんちゃうから、結構グイッと回るような気はするんですけど、ここで回ってくれればワンチャンある。おー、まあ、若干ですね、まだ浅いんですけど、まあなんとかいけるでしょう。そうしたらこれ手前側甘めに刺して、ここでどうだ、一気に深くしていければいいんですけど、おマジか、時間差、いやこの時間差結構嬉しいですよね、こうなってくるとね。そしたらですね、ドラゴンボール Z G マテリアフリーザ、こちらのゲットです。はい、そしたら次ですね、ワンピースからシャンクス、こちらの方やっていきたいと思います。まず真ん中あたりでちょっと狙っていって、重心とかですね、ちょっと見ていきたいんですけど、どんな動きするか。まあ、裏面っぽいですね。そしたら取り方的には、ちょっと立てていこうかなと思うんで、左爪を狙って、右へ立てていくような形。ここで立ったんで、これで、奥へ放り投げていきたいんで、手前側をちょっと傾けていくような形。若干右爪寄りなんですけど、ここでうまいこといければいいんですけど、斜めにちょっと。おー、一気に投げたね。そしたらこれ、スライドで持っていったらいけると思うんで、手前側。ちょっと待てよ、奥行きすぎたかもしれん、これは。やばいかな。あー、やっば。やってしまったな、これ。いや、これはやってしまったな。これ、寄りすぎとるんで、手前側。ずり上げるような形で持っていったらどう動くか、スライドちょっとできないようになったで、あーやばいな。そしたらですね、隣の台もですね、チャンクスあったんで、隣の台でプレイします。こちらはバランスキャッチで狙っていって、ワンチャン狙っていきたいところであるんですけど、どう動くか。おー、来た来た来た、ここの後の動き、おー来た、これはあと後ろ返していったら幅的にもいけるんで、後ろちゃぶ台返していきます。ここで多分いけると思うんで、ここで大丈夫なはずです。さあ、大丈夫でしょう。変えるでしょう。よし、オッケー。さっきのですね、ちょっと低かかったスライドっぽくなったやつ、何やったんですかね。そしたらですね、シャンクス、ワンピース、こちらのゲットです。はい、そしたらですね、取るつもりないんですけど、ちょっとね、ハイエナできるんちゃうかなと思うんで、これ一回奥側狙って、ワンチャンいけるんちゃうかなと思うんですけど、これでどうでしょうか。あー、やってしまったな。これもう一回だけやって、無理やったらやめます。ここでいければいいんですけど。あー、やめますね。はい、そしたら次ですね、先月出た鬼滅の刃から竈門炭治郎、こちらのフィギュアスやっていきたいと思います。こちらもまずですね、真ん中から持っていって、どういう風な動きするか、結構でかいんでね、どういう風な形で持っていけるか。おー、ここはハマりますね。そしたら、これ奥を振っていきます。横に設置したんですけど、振っていけばいけると思うんで、結構ね、パワーもあるしね。よし、オッケー。この形でハマったんで、奥側を回していくような形で、右爪ですね、結構ギリギリで肘と爪で回っていければいいんですけど、どうだ。よし、オッケー。この形は縦はめで持っていけるので、右奥ですね、対角線上に狙っていって、ここでぎっちり寄せていく形、ここで外れてくれればいけるはず。おお、よし、あとこれ角外れればもう取れるんで、普通に上げてもいけそうですね。奥側上げていくような形で、ここで外れてくれるでしょう。よし
挙手 OK ですね。よかったよかった。結構ね、でかいんでね、ちょっとどうなるかなと思ったんですけど、結構ね、簡単にいけましたね。そしたら、鬼滅の刃、かまど炭治郎、こちらの方、決定です。はい、そうですね、最後にします。宣言しとったバウンドキャッチャーですね。こちらの方、モノマネイト君ですね。こちらの方、ヒロアカになるんですけど、こちらの方やっていきたいと思います。こちらね、真ん中より奥側にした方が、多分、こちらの真ん中にしたらね、結構、手前側に、フィギュア自体持ってくるんで、いけると思うんですよね、100%。よし、オッケー、やっぱそうかもわからないですね。結構手前に持ってくるんで。そしたらですね、ヒロアカ、モノマネイト、こちらの方、ゲットです。はい、そしたらですね、本日は、鬼滅の刃から、かまど炭治郎、こちらの方と、ドラゴンボール Z から、G マテリア、フリーザ、ワンピースから、DXF、シャンクス、そして最後にですね、ヒロアカから、モノマネイト、こちらの方ですね、ゲットいたしましたので、うちに帰って、開封の方ですね、していきたいと思います。バウンドキャッチャーの成功率は、未だに 100%。いいですね。やっぱりですね、こちらのバンダイさんは、100%。結構ね、簡単に取れるかなっていうイメージがありますね。いやいや、いいですね。よろしく頼むぞ。はい、そしてうちに帰ってきました。そしたらこちらのワンピースからシャンクス、こちらのフィギュアと、ドラゴンボール Z から G マテリア、フリーザ、そしてですね、鬼滅の刃からかまど炭治郎、そして最後にですね、ヒロアカから、モノマネイト、こちらのせい開封していきたいと思うんですけども、モノマネイトくんだけはですね、企画的なところで撮ってしまったんで、こちらの方はね、もう開封せんと置いときたいと思います。そしたらですね、こちら3体、まずですね、上の方開けていきたいと思います。はい、そしたらですね、3体上開けていったんで、まずですね、シャンクスの方から見ていきたいと思いますね。シャンクスの中身は、思っとったほど固定はされてないですね。で、中身がですね、動きますね。結構ね、バラバラに動くような形でしたね。でですね、フリーザの方は手前側に貼り付いとるような形で入ってますね。まあ、G マトリア系はこんなんやったかな、覚えてないんですけど。でですね、最後にですね、鬼滅の刃、炭治郎ですね。炭治郎の方は奥側にね、貼り付いとるような形で、裏面やったんかなって感じですね。で、組み立て用のみたいなのも入ってましたね。そしたらですね、こちら3体、フィギュアの方ですね、出していきたいと思います。そしたらまずですね、シャンクスの方から出していきたいと思います。はい、そしたらですね、シャンクスの方出していきました。シャンクスの方はですね、こういう形で入ってますね。でですね、前の方見てみると、腕が2本ですね。いやー、僕ね、思っとったね、1本の片腕の方なんかなと思ったんですけど、ちゃんと見てなかったね。こういう形ですね、昔のシャンクスっていう形ですね。まあ持ってなかったね、昔の系のシャンクスだね。そしたら次ですね、G マテリア、フリーザ、こちらの方出していきたいと思います。はい、そしたらですね、フリーザの方出していきました。フリーザの方はね、こういう形でね、入っておりますね。いやー、意外にですね、クオリティも良さそうな感じで、エフェクトもこういう形ですね。クリリンとかね、ベジータとか同じようなね、Gマテリア系でね、こういうね、エフェクトが入っとったんですけど、こういう一緒のような形でですね、入っておりますね。そしたら次ですね、鬼滅の刃、かまど炭治郎、こちらのせいで出していきたいと思います。はい、そしたらですね、出していきました。こちらの方はね、結構ね、ここにね、パーツが分かれとるような形で入っておりますね。これがね、リキリン島で、これがエフェクトの部分になりますね。でですね、先ほど言っとった手順書みたいなやつ、こちらの方がね、こういう形でね、入っておったんで、こちらもね、見ながらですね、ちょっと参考にして、組み立ての方をしていきたいと思いますね。そしたらですね、こちら3体、組み立ての方、していきたいと思います。you
はい、そうさせ、こちら3体組み立ての方完了いたしました。いやー、炭治郎意外にですね、クオリティ良さそうな感じするんですけど、どうでしょうかね。そうさせ、今回獲得したフィギュア、こちらになります。いやー、いいですねー。そしたらまずですね、ワンピース、シャンクスの方からですね、見ていきたいと思いますね。いやー、意外にですね、日本のね、腕持っとるやつ、なかったんで、いや、今回いいですね。そしてですね、次、ドラゴンボール Z から G マテリア、フリーザですね。こちらの方、エフェクトの方なんですけど、うまいこと立ちませんでしたんで、ちょっとね、別の場所に置いてあります。で、クオリティも良さそうですね。で、最後にですね、鬼滅の刃、炭治郎ですね。こちらの方、こちらの日輪刀なんですけど、めちゃくちゃなんか、エフェクトめちゃ良さそうなんですけど、意外に、とってよかったなと思うんですよね。こういうね、エフェクトがいいやつってね。といったところですね。本日の動画はこれで終了したいと思います。少しでもよかったらチャンネル登録、高評価、通知、コメントよろしくお願いいたします。またですね、別の動画もですね、たくさんございますんで、よかったらそちらの方を見ていってください。